文系高校教師です1000万稼ぎたいのですがおすすめな副業かっこ ok な学校ですはありますかありません <laughs> えっとあの副業で1000万円稼げるのであれば多分みんなそれ本業にしますよ <laughs> 要はあの副業 でそのある程度の空いた時間で働いて稼げることを指すと思うんですけど1,000万円稼げてない本業の方っていうのは世の中にあのものすごい多くいらっしゃいましてなのであの副業で1,000万円で稼げるようなものが仮にあるんだとすると多分そこの枠は全て埋まってるのとあとその。 一応その学校の先生でありながらじゃあその今1万8,777人が見てるところでこれやったら1,000万円稼げますよって言ったとして他の人もやると思うので枠が埋まっちゃうと思うんですよね。でこういう話僕何回かしてると思うんですけど実は何回かヒントを出したことはあるんですよ。これやると思うかるよっていうの。で明確な言い方僕わざとしてなかったんですよ。で結果としてあのそれにうまく乗っかって儲けてる人って。 えと先月の合計で3000万円ぐらい,いってるはずなんですよね多分それ手出した人の人数はまあそれなりに多いんですけど上位の人たちでいくと月で3桁万円ぐらい儲けてたりするんですよ。っていうのがあるのでちゃんとその人の話を聞いてれば分かるんじゃないかなと思いました。